ということで今回はこの空気読みというアプリをやっていきたいと思います。なんかね、今年に入ってからスイッチ版が出たらしくって、じゃそれでまた人気になってきたみたいなのでやっていきたいと思います。画面をタッチ。お品書き、空気読み、サクッと空気読み、オプション、空気読みサイトへ。まあ、とりあえず一番最初の空気読みかな？多分。多分。ここは自由に空気を読んでいい空間。あなたが空気を読むことを止める人は誰もいません。たった一人で空気を読める夢の世界。心ゆくまでご堪能ください。たった一人で空気を読める夢の世界なのかな？わからない。画面内の赤いのを動かすことで空気を読め。そうじゃない場合もあるが、そこは空気を読んで違う行動を取れ。説明は一切しないから次々空気を読め。説明なしなんやね。なるほど。まあ、自分で判断しろと、そういうことですか。そうじゃない場合もあるが、そこは空気を読んで違う行動を。あ、要は、赤いのを動かすことで空気を読む場、空気を読むんじゃない場合もあるっていうこと？そういうことかな？やっていきましょう。第1問。お、二人連れ。このお前っていうのが私ってこと？とりあえず、寄ろう。これで座れるやろ。第二問。え、これは？え、これはどう空気読むの？わからないんだけど。これ。え、なになになに、え、なになになに、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、何が起きたんかがわからなかったけど。第3問。伏せ。伏せましょう。第4問。犬まで空気読まんといかんのやね、かわいそうに。お前ら。そしたらさ、バカちゃん。ん？後ろからなんかやってきたけど。これは、これ、このまんまでいいんじゃない？どっちかに避けんといかんのかな？え、でも、あ、そっか、急いどる人とかおるんか、エスカレーターはなんかね、そのまま乗っとくものっていう。これだって空気読む必要ないよ。鳥だもん。なんとはなしに読めてるっぽい。なんと話に読めてるっぽい。なるほど。なるほど。第6問。そういう間で入ってくるん、評価が。あ、ちょっとこれ、寝よ。寝とかんと、サンタさんが、プレゼントくれんや。そう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 。第7問。でも子供起きとるのに中入ってきてしまったんやね。あ、これはあれ？なんか正面の女の子のために飲み物を頼んでやれっていうやつ。いや、私女だからな。じゃ、そういうの。自分で頼めばいいんじゃないかな。第8問。ご注文は？生で。ここは生でっていうところなんだろうけど、私はソフトドリンクで行くぞ。頼めんやないか。頼めんやないか。何、どうやればよかった今。第9問。A、B、A。あ、なるほどね。ここやっぱちょっと気持ちの通り、可愛い子選ぶやろ。ちょ、C子ちゃんがね、ちょっと地味、地味だから。この最後の1ピンを倒せたら付き合ってください。うん、いいよ。これは？はっ。ピンが空気を読む。よかったね、これで付き合えたよ。なんとはなしに読めてるっぽい。そう、サンタさんからの評価をいただいたわ。なんとはなしだらけやねん。第11問。何問まであるんや、これ。あー、潰された潰された。そういうこと、ジャンプとかそういうこと、マリオ的な。はい、第12問。起立。え、これは立つやろ。礼。着席。
いや、私ここではさすがに目立ちたくない。そこで反抗とかはしたくない。第13問。彼女と動物園に来ました。ふんふんふん。あ、なるほどね。なるほどね。これは、猿去ります。第14問。なんかビビってあげんといかん感じ。でも気づいてないってことは、もうそのままでいいんじゃないかな。ほら。かわいそうなお化け。第15問。でも脅かそうと思ったらもっとなんかするって。ほら、小学生どもの世界記録に挑戦。そこは倒れてあげんと。本の気持ち。本、ドミノ。そこはかとなく読めてるっぽい。そこはかとなくなったわ。ま、なんとなしにね。第16問。ま、でも空気読めないとは言われてないけん大丈夫やろ。これは、ちょっと。そう、私現実世界でもこういう風にする、避ける。え、だってさ、当たって傘に穴とか開いても嫌やし。第17問。何？次のバス停で降りる僕です。うんうん、ドキンドキン。次は終点、中野車庫。え？終点？終点で降りるの？ま、気づいたら押すよね。気づかんかったら押せんかもしれんけど。第18問。ま、でもどっちにしろ終点やけん降りれるやろ。これは、あ、そういうことね。こっち側に避けてあげたら二人で座れると。でも現実やったらこんなことせん気がする。え、わからんくない？わかる？第19問。今日は彼女とデートだ。ロボットアニメか恋愛映画か。私どっちでも楽しめる気がするんやけど、普通に。あ、でも恋愛映画に行ってくれた方が嬉しいかな。え、どうなんやろ？でも逆に恋人同士で恋愛映画でちょっと気まずくない？第20問。わーって言える方がいい気がする。あ、これは、こういうやつね。自分が、車道側を歩くっていう。なるほど、なるほど。そういう彼氏ね。うん、よきよき。え、自分的には気にせんけど。気にせんけど。ほどよく読めてるっぽい。ちょっとずつ良くなってきよんかな。いやでも一応こうすれば空気読めるんやろうな、読んだってことになるんやろうなってのはわかるけど読む必要なくないってとこまで読まんよね。第21問。おはようございます。これは触れないであげた方がきっといいんだよ。ね、そっとしておこう、そっと。カツラさ、その足でちょっと後ろに蹴り飛ばしたりとかぐらいはした方がいいかも。第22問。お、この印籠が目に入らぬか。ははー。第23問。いや、早いやろ。ちょっと、歩幅。歩くスピード。え、何後ろの子。どういう格好？何あれ？ね、なんかガンダムみたいな。え、ガンダムみたいな女の子来たんやけど、どういうことあれ？気になるんやけど。第24問。今日はデートです。そろそろ彼氏と思っていいのかな？え？アニメを見に行こうとするので恋愛映画にさせました。男の子って本当に空気読めない。彼ったら勇気を出して手を繋いできた。もう私たち付き合ってるよね。付き合ってないのにデートしてるんすか？いや、ま、それはあるか。それ、ま、デートとは言わんけど、あるか。遊びに行こう、みたいな。ね、これは何を？別に普通じゃね？恋愛映画やろ？第25問。これはちょっと、これはちょっと、チラッと見てしまう気がするけど、そこはかとなく読めてるっぽい。そこはかとなくって何？何？ちょっと正直に。そこはかとなく多くね？第26問。監督、誰がイエロー役をやってくれるかな？
自分が、あ、手あげれんかった。あげれんかった。何イエロー、やっぱりちょっとカレーとかいっぱい食べるからデブ。ここはポーズを取るでしょ。違うよ、外向きに取れよ、ポーズ。それでいいの？合ってるの？第28問。上に伸びちゃったけど。あ、これは、これは、ここにくっつくでしょう。はい。イエーイ。どんなテトリス？第29問。脳内占いで君のを見てあげるね。わー、楽しみ。いやー、これは、これは何から間違いだよ。ちょっとね、名前と名字の間ちょっと間開けてみたりとかして、こっちが正しいみたいな。脳内メーカー流行ったよね、一時期。右向け、右。どっちから見て右？この子から見て右でいいんかな？やと思ってやったんやけど。そこはかとなく読めてるっぽい。でもイエローってどうなん？え、実際デブやったん？ちょっとその辺わからんねえけど、私ゴレンジャー世代じゃないけん。当然ながら。でもゴレンジャー的なことよね、カレー。第31問。頭ツルツルや。バーバー。これはバーでしょ。バーバー行ったところでね、切る髪ないし、セットする髪もないし。じゃ、美容師さん困るけんね。第32問。はって！ごめんなさい、割れました。空気とかじゃなく多分反射神経の問題だわ。第33問。君が手術に勝てるように明日の試合ホームランを打つぞ。ここは。キャー、空振りなんて報告をすればいいんだ。第34問。いや、だって痛いの嫌やし。言うてプロレスは見せ物みたいなところがあるけんね。第35問。あ、すいません。どうも。どっちに避けようとしても一緒の方向になるってあるよね。めっちゃ気合うと思う。相手の人と。なんとはなしに読めてるっぽい。最後に出てくるのは何？どういう場面が出てきよん？読めてた場面が出てきよん。読めてなかった場面が出てきよん。よくわからんねえけど。てか動かし方がわからんとことかあるけんさ。第36問。これは、ふっ。ちょっと私なんか一人だけリズム違くない？なんかみんなとさ、ジャンプするタイミング違くない？あ！は、助けて。助けて。第37問。いや、私さ、オーナー時代さ、苦手なんよね。は。よろしく。かっけえ。かっけえ。第38問。ごますり、ごますり。これはどういう、何をすればよかったんだ？弾を取ってあげればよかったんかな？飛んでいった風に。第39問。でもそれ、ね、恥ずかしいよね。あ、気持ち悪い、気持ち悪い、ちょっと。す。おじさんにはちょっともたれかかられたくないかな。第40問。小さい子とか女の人とかがいいかな。よー。は、ちょっと遅れた。ちょっと遅れた。目立つやつ、程よく読めてるっぽい。あ、でもあれやん。ちょっと、生きがっとるけど、お茶やん。かわいい。かわいい。そこ、お酒とかじゃないんよね。第41問。あ、かわいい女の子来た。はい、もうここは逆にくっついていく。何？避けられたよ。避けられたよ。はい、第42問。あれはなんか、正してあげたみたいな感じになるんかな。今日は大好きなアイドル、A 子の。かわいそう。え、でも大好きな本並ぶやろ、それは。ねえ、大好きな本並ぶやろ。第43問。だって私だってね、それは、並ぶよ、大好きな方に。
ゴールデンボンバーの握手会に行ったはずやのに、全然なんか違うね、無名のバンドとかあっても並ばんよ。第44問。ほ、空気を読んで谷間を強調。く、第45問。この部屋少し寒くない？了解。温度を上げます。28度ぐらいまでやったよね。でも28度って、そんなもん？そこはかとなく読めてるっぽい。これは読めてないじゃん。揃ってないよ。第46問。あ、ごめんね。こういう場合は私ちゃんと避けるよ。避けるよ、ちゃんと。第47問。今日は DVD を借りに来ました。そうそう、これこれ。これが借りたかったのです。え、借りよう。え、借りようよ、ほら。ほら。は。別に最後の一個やけんとかそんなん関係ない。全く関係ない。自分が借りたいものがあったんだから。第48問。はぁ、喉乾いた。ついでにコーヒー買ってきてよ。了解。コーヒー。え？ホットだよ、これ。大丈夫？ホットなんだけど。第49問、暑そうやったよね、さっき。あ、なんか店員さん来た。これは、お肉を食べましょう。待って。食べようよ。食べた？ちゃんと。食べれてなくない？第50問。それどころか一回口につけて戻したよ。研究特番、脅威の気候術。でもこれは効かなかったら。テレビだからな。そこは空気読んであげんかったらなんかね。そこはかとなく読めてるっぽい。空気読まんかったらちょっとね、全国ネット全国にちょっと乗っちゃってるから、ちょっとかわいそうやしね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。